ツーソンはアメリカ海軍の巡洋艦。アトランタ休憩巡洋艦の8番艦。艦名はアリゾナ州ツーソンにちなむ。ツーソンはカリフォルニア州サンフランシスコのベスレヘムスチール社で1942年12月23日に寄港。1944年9月3日にエメット・エス・クラウンチ夫人によって命名、浸水。1945年2月3日に 艦長アーサー・ディエイロールと大佐の指揮下収益する。サンフランシスコでの偽装及びサンリエゴ沖での成長後、ツーソンは5月8日に西太平洋に向けて出航した。5月13日に新珠湾に到着し、3週間の追加訓練の後6月2日に再び西へ向かう。6月13日、14日にウルシー艦長で停泊し、6月16日に レーテ島に到着した。ツーソンは、第38任務部隊に配属され、ジェラルド F ・ボーガン少将を率いる、第38.3任務軍、空母、エセックス・タイコン・デロがランドルフ・モンテレーバターンを中心とする部隊の護衛を担当した。ツーソンは、空母部隊と共に、日本本土に対する攻撃に参加した。7月1日に、第38任務部隊と共に、レーテ湾を出撃し、 日本の北部に向かう。7月10日に空母は東京へ関西機部隊を出撃させた。7月14日、15日に関西機部隊は北海道への攻撃を行い、青官連絡船を全滅させた。その後本州南方に戻り、17日及び18日には再び東京への空襲を行った。7月24日及び28日には空母と共に、 四国南方へ向かい、関西機部隊は、瀬戸内海での船舶への攻撃及び、クレ軍港空襲を行った。7月30日には、神戸と名古屋を攻撃。その後、燃料及び物資補給のため、南へ交代する。8月の第2週は、本州北方で空母の護衛を担当し、その後8月13日には、東京を攻撃する部隊と共に、南へ向かう。 二日後に日本は降伏した。降伏調印式は九月二日に行われたが、通ンは式の後も日本に泊まって、第三十八任務部隊と共に本州東部に向かい、占領軍の移動を支援した。九月二十日に移動し、二日後沖縄に到着、その後帰国の途に着く。途中新珠湾に立ち寄り十月五日にサンフランシスコに到着した。十月二十三日、 スーソンは、サンペドロに向かい、10月27日及び28日に、海軍記念日の式典に参加した。29日に、サンディエゴに向かい、太平洋艦隊訓練司令部に合流、対空砲撃訓練艦の任務に就く。1945年11月から1946年8月まで、およそ5000名の士官及び兵員が5インチ砲、40ミリ機関砲。 20ミリ基銃で訓練を行った。訓練任務の間にも太平洋各地の港で行われた特別の式典に参加するため、その任務を周期的に中断した。9月6日にツーソンはピュージェットサウンド海軍造船所入りし、3ヶ月に及ぶオーバーホールを開始した。完了後は2ヶ月にわたってハワイで行われる艦隊演習に備えてサンディエゴ沖で訓練を行った。 1947年2月24日にサンディエゴを出港し、ハワイ海域に向かう。艦隊演習が完了すると3月11日に新序湾に入港したが、18日には出港しハワイの北西部で遭難したフォートディアボーンの生存者の捜索を行った。3月27日にツーソンはサンディエゴに帰還し、西海岸での通常任務を再開、夏まで継続する。 7月28日に西海岸を離れ、新珠湾経由で極東に赴く。8月15日に横須賀に到着、続く2ヶ月間は航海、東、シナ海での偵察巡航に費やし満州及び中国北部での国境内線の様子を観察した。この配備の間、通村は上海を2度、鎮太を1度訪れている。 ツーソンは10月19日に横須賀に帰還し、翌日帰国の途に着く。11月6日にサンディエゴに到着し、ツーソンは西海岸での任務を再開した。1949年2月9日にツーソンは不活性化の準備を始めるため、メアアイランド海軍造船所に入居した。1949年6月11日にツーソンは退役し、 太平洋予備役艦隊、サンフランシスコグループで経流される。メアアイランドで保管された後1966年6月1日に除籍された。その後船体は1970年まで試験に使用され、1971年2月24日にカリフォルニア州ターミナルアイランドのナショナルメタルスチール社にスクラップとして売却された。 ツーソンの宝刀基盤のうちの一つは、命名元のツーソンにあるアリゾナ大学内の番で、グラーフ流子加速器の基盤に転用され、2005年まで使用された。ツーソンは第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。